バリー・ファーガソンは、スコットランド・ハミルトン出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。長短を織り混ぜた、変化自在のパスでチームを操る司令塔。21歳にして、スコティッシュ・プレミアリーグのレンジャーズ FC のキャプテンに、指名された、元スコットランド代表ミッドフィールダー。過去には、ヘンリ・クラーションに続きスコティッシュ。 プレミアリーグ得点ランク2位になったほどの得点力も兼ね備えている。レンジャーズ FC で活躍したデレク・ファーガソンを兄に持ち、16歳でレンジャーズと契約した。1997年5月にリーグデビューを飾り、翌シーズンにはスーパーサブとしてチームに貢献、さらに翌年にはレギュラーをダッシュした。するとこのシーズンのリーグ、リーグカップ、 カップ制覇と三冠の原動力になる。2002から03シーズンにも再び三冠に貢献。このシーズン後にブラックバーン・ローバー,アーツ FC 移籍を果たした。すると2003から04シーズン開幕からレギュラーに定着、プレミアリーグにも馴染み、その活躍ぶりから栄光をつかむかと思われたが2003年末に、室外骨を骨折し残り試合を棒に振った。 翌シーズンにはレンジャーズへと戻り再び活躍を見せた。2006年には新監督として就任したポール・ルグエンによりキャプテンを剥奪されるも途中解任により再びキャプテンマークをつけた。2009年7月プレミアリーグに昇格したバーミンガムシティに100万ポンドの移籍金で移籍した。2011年7月ブラックプール FC に移籍した。 2014年1月、暫定的に選手兼任監督に就任。2014から15シーズンより、クライド FC に選手兼任監督として加入した。同クラブでは1試合に出場し、2015年4月9日に足首の負傷を理由に現役を引退し、指導者に専念することを表明。翌年5月22日には、契約を2019年まで延長した。 しかし11月以降は勝ち星を挙げられず、直近10試合で8敗を期した後の2017年2月26日に辞任することが発表された。1998年のリトアニア戦、20歳で代表デビューを果たしたが、2009年4月3日、規律違反と侮辱行為により、アラン・マクレガーと共にスコットランド代表を永久追放された。 ワールドサッカーキング増刊ヨーロッパサッカーガイド2009の10シーズン選手名館フランスは傲慢、場外戦を仕掛けるスコットランドバーミンガムシティ公式ニュースアーカイブド2011年7月20日アットザウェイバックマシンバリー・ファーガソン・イズ・アポインテッド・プレイヤーマネージャー・オーブ・クライド BBC スポーツ2017年3月10日閲覧バリー・ファーガソン クライドマネージャーリタイアーズフロムプレイングアット 37BBC スポーツ2017年3月10日、閲覧。マネージャーバリー・ファーガソンエクステンズ・クライド・ディール・アンティル 2019BBC スポーツ2017年3月10日、閲覧。バリー・ファーガソンデザインズ・アズ・クライドマネージャー。BBC スポーツ2017年3月10日、閲覧。 レンジャーズに選手が飲酒で代表 A 級追放。日刊スポーツ。httpww.neconsports.com サッカーワールドニュース PSCTP3 から2 0 9 4 0 5から 479097HTML2011 年2月13日閲覧。ありがとうございます。